ねえ、はるなんとこは親来るの？授業参観のお知らせの紙に視線を落としていると、隣の席のアスカに話しかけられた。小学校の授業参観はいつも楽しみだった。お母さん、授業参観来るよね。何度も尋ね、行くよ、とお母さんに言われるたびに興奮してはしゃいだ。教室にお母さんが来たのを後ろを向いて確認し、笑顔で手を振る。授業が始まると張り切って手を挙げて答え、家に帰ってからお母さんに褒められるのが嬉しかった。中学生になると親が授業参観に来るのは嬉しいのと恥ずかしいのが入り混じった複雑な感情。でも教室にお母さんが顔を見せると嬉しくて、後ろを向いてはにかんだ笑顔を見せていた。高校の授業参観は、多分うちは無理だと思う。こわばった笑顔で答えると、もう高校生なんだから参加する親は少ないよね、なんてアスカに返されてほっとする。私の通っている高校は中高一貫のいわゆるお嬢様学校と言われているエリート女子校で、中学からの持ち上がり組がほとんどだ。そんな中、私と同じ高校入学組であるアスカと隣の席になり仲良くなった。おじいちゃんの勧めでこの学校への進学を決めたものの、この環境に戸惑いを覚えることも多々ある。家に帰ってから冷蔵庫にある食べ物をレンジで温めて食べ、スマホでアスカや中学の友達と LINE のやり取りをしたり、動画を漁っているうちに玄関の扉が開く音が響いた。ただいま、夕飯食べたか？お父さんに聞かれ、スマホから視線を外さずに、うん、と答える。お父さんとの二人暮らしが始まってから2年近く経つ。私も少しは手伝ってるけど、お母さんが亡くなってから仕事をしながら家事をしたり、私と今まで以上にコミュニケーションを図ろうとしているお父さんを見て、大変だなぁと思う。それでも、お母さんがいなくなってしまった心の穴はどうにも埋められない。そういえば、来週授業参観があるんだよな。ご飯を食べる箸を止めて、お父さんが私に尋ね、ドキッとする。どうして知っているのかと聞くと、年間スケジュールを確認したのだという。別に来なくていいよ。高校の授業参観に来る親なんてほとんどいないんだから。しかも母親ばっかだから父親が来ると目立つじゃん。お父さんそういうの嫌でしょ。ここまで言えば来ないだろうと思ったんだけど。母さんが亡くなった今、父親の俺が授業参観に行くのは当然だろ。それに学校で先生がどんな授業をしているのか見ておきたいしな。お父さんに言われて微妙な顔をしていると、仕事はどうにでもなるから大丈夫だ、と笑顔を見せる。私が心配してるのはそこじゃないんだけどな。昼休み中、アスカとグラウンドで喋ってたら、ハルナ、後ろから呼びかけられた。うわ、本当に来たんだ。つぶやきながらお父さんに振り向いて、思わずプッと吹き出した。ニットに血のパンは悪くないけど、そのメガネと重たい前髪はいただけない。変化？戸惑っているお父さんに、ま、いいんじゃない？と返す。
アスカに軽くお父さんを紹介してから、まだ語源の授業参観が始まるまでに時間があるので、一緒に学校を回ることにした。ねえ、こんな時間にこんなところ歩いてて大丈夫なの？私の心配をよそに、お父さんはのんきなものだ。お父さんのことを気にかけている人は誰も見ないよ。あ、これこれ。これを春菜と見たかったんだよ。お父さんが廊下に置かれたガラスケースを覗き込む。そこにはたくさんのトロフィーや盾、写真が飾られていた。その中の一つに視線が引き寄せられる。お母さんがトロフィーを手に笑顔を見せている写真。その横には全国選抜高等学校テニス大会優勝と書かれたトロフィーが置かれている。うちのお母さんもこの学校の出身だった。その時の思い出話を聞いたことはあったけど、こうして写真を見ていると、お母さんが自分と同じ年だった時代があるのが、なんとなく不思議な感じがする。春菜はお父さん似だと思ってたけど、こうして写真を見てみると、さゆりの面影もあるな。お父さんに言われて、なんとなくくすぐったい気分だ。教室に向かって廊下を歩いていると、視界の先に小倉先生がいる。今年から来た新任の先生なんだけど、正直苦手。どうしてかというと、中学持ち上がり組をひいきしているからだ。私たち高校入学組のことを貧乏だって馬鹿にしてるのが態度でもわかるし、そういう発言もしてる。先生が生徒を差別するとかありえない。それでも担任なんだから、挨拶はちゃんとしとかないと。小倉先生、ちょっといいですか？遠慮がちに声をかけると、小倉先生が振り返った。こちら、うちの父です。お父さんは笑顔で小倉先生に挨拶し、娘がいつもお世話になっておりますと頭を下げた。小倉先生はお父さんを一別すると、メガネのつるをクイッと上げた。失礼ですが、今日は授業参観だとご存知ですか？馬鹿にするような質問を投げかけた上で、伝統ある我が校の授業参観にスーツで来ないとは。さすが高校から入学されたお嬢さんの親御さんは非常識ですね。お父さんはスーツは着てないけど、ジャージや T シャツにジーンズなんていうラフな格好じゃない。これは十分常識の範囲内だ。確か、朝霞さんは不死家庭でしたよね。今日は会社はお休みなんですか？小倉先生の問いにビクッとする。ああ、会社には行っていないんです。気楽にお父さんが答えると、小倉先生の眉間にシワが寄った。陰キャ無職で不死家庭とは、最悪ですね。あまりの暴言に頭にカッと血が昇る。うちのお父さんはね、言いかけた私をお父さんが制す。小倉先生は謝りもせず、授業参観の準備があるからと、さっさと立ち去った。大丈夫だよ、春菜。お父さんになだめられても、私の気持ちは収まらず、悔しい思いで小さくなっていく小倉先生を睨みつけた。教室に入ると、すでに何人かのお母さんが来ていた。高校の授業参観なんて、そんなに来ないだろうと思ってたのに。しかもみんな、スーツやワンピースにブランドバッグといった気合の入りようだ。
お嬢様学校は伊達じゃない。そうなるとうちのお父さんはちょっと、いや、もう少し保護者の中では浮いていた。正面切って悪口を言う人はいないけど、軽蔑するような視線やひそひそと噂話しているのが目に入って気分が悪い。そんな保護者たちの様子を見て、ほーら見たことかとばかりにほくそ笑んでいる小倉先生に一番腹が立った。授業が始まった。小倉先生は二度も私を当てたけど、その度に完璧に答えたもんだから、悔しそうにしてるのが分かってスカッとした。授業が終盤に差し掛かった頃、廊下からバタバタと騒がしい足音が響いてきた。うちの校則は厳しくて、廊下を走るなんて、しかも授業中にだなんて、あるまじき行為だ。一体誰が走っているんだろうと、皆がいぶかしげな顔を浮かべていると、教室の扉がガラッと開いた。なんと校長先生だった。理事長代理、緊急のお電話です。慌てた様子で教室の後ろに向かって叫ぶ。私を含めた生徒たちが一斉に後ろを向き、保護者たちは互いに顔を見合わせる。するとお父さんが、はぁ、と短く息を吐いた。やれやれ、せっかくバレないように変装したのに、これじゃ意味がないじゃないですか。すみません、と謝る校長先生に歩み寄り、一緒に教室を出ていく。その途端、わーっと教室中が大騒ぎになった。え、今の誰のお父様？理事長代理ってあの方が？中学持ち上がり組が騒いでいる中、アスカがこっそり私に囁く。春菜のお父さん、理事長代理だったんだ。ごめん、言ってなくて。今でもお父さんがこの学校の理事長代理だなんて実感が湧かない。だって、それまでのお父さんは普通のサラリーマンだったんだから。お騒がせして申し訳ありませんでした。教室に戻ってきたお父さんが頭を下げる。お母さんたちの態度は一変し、お父さんに愛想笑いを振りまいていた。調子いいんだから。授業後、小倉先生がお父さんに深く頭を下げた。浅香さんが理事長代理だとは存ぜず、大変申し訳ありませんでした。生徒だけでなく、保護者たちの視線が一斉に集まる。この後は懇談会が行われるため、私たち生徒は下校しなければならない。どうなったか、後で教えてね。お父さんに言い残し、私は教室を出た。その後、お父さんから懇談会での話を聞いた。小倉先生は保護者たちに対し、自分が中学からの持ち上がり組を贔屓していたことを打ち明けた上で謝罪したという。その上で自分の過去を語った。小倉先生の父親は大酒飲みのギャンブル好きで、ほとんど仕事をしなかった。母親はそんな夫に呆れ果て、子供を置いて家出。小倉先生は家事をしながら幼い妹の世話をし、苦労して大学に行き、教員免許を取得した。就職してからは父親の元を離れ、現在は高校受験を控えている中学生の妹を養っている。私は片親や貧乏な人たちを自分と重ねてしまい、彼らを蔑むことで自分は違うんだとプライドを保って生きてきました。
小倉先生の告白を聞いて胸が苦しくなった。いつも自信に満ち溢れていて、きっとエリート街道を歩いてきたんだろうと思っていたから、先生にそんな悲惨な過去があったなんて知らなかった。その後の自己紹介にて、お父さんは改めて理事長代理として挨拶した。まだ私は理事長代理という職についてから日が浅く未熟なため、どうか皆様のお力を貸してください。改善してほしいことや気になる点があればお気軽にご相談していただけると幸いです。お父さんが理事長代理になったのは、お母さんが亡くなったのがきっかけだった。私の通う学校は、おじいちゃんが理事長を務めているが、私はお母さんが亡くなるまで、おじいちゃんと会ったことどころか存在すら知らなかった。というのも、お母さんがお父さんと結婚するのをおじいちゃんに反対され、駆け落ちしたからだ。私が中学2年の時にお母さんが病死し、葬儀でおじいちゃんと初対面した。お母さんはおじいちゃんから絶縁されてからも手紙を送り続けていて、私のことも写真で知っていたという。おじいちゃんはお母さんのこともお父さんのことも許していたのに、プライドが邪魔して会いに行けなかったのだと話してくれた。すまなかった、さゆり。もっと早く会いに来ていれば。おじいちゃんはお父さんと私にも謝り、どうか家族になってほしいと頼んだ。もちろんですよ。きっとさゆりも天国で喜んでくれていると思います。お父さんは喜んで受け入れ、私もお母さんを失って悲しかったものの、おじいちゃんがいるということを知って嬉しかった。ちょうど高校受験を控えていた私は、おじいちゃんの勧めで今の学校を受けることに。それだけでなく、おじいちゃんは自分の後を継いでほしいとお父さんに頼み、お父さんは悩んだ末に会社を辞め、理事長代理を務めることになったのだった。私は理事長の孫であり、理事長代理の娘であることで特別扱いされたくなかったので、同級生たちにはこのことを内緒にしていた。そのため、お父さんは教職者や役員たちにバレないよう、授業参観で変装したのだ。小倉先生は新任で、お父さんとは軽く挨拶を一度交わした程度だったので、お父さんを見ても全く気づかなかったのだろう。校長先生だけには娘の授業参観に参加することを伝えていたが、まさかあんな事態になるとは思わなかったとお父さんが苦笑した。その後、お父さんは片親家庭のための給付型奨学金制度を設けた。そして小倉先生に、妹さんにうちの学校を受験させてみませんか?と提案したのだった。結果、小倉先生の妹は合格。奨学金を申請し、受け取ることが叶った。後日、小倉先生が妹さんを連れてお礼に来た。あんな無礼な態度を取ったにもかかわらず、私たちのことを考えてくださり、本当に何とお礼を言っていいのか。ありがとうございました。そこでお父さんは自分の過去を告白した。実は私も片親で貧乏で苦労しましてね。兄弟を養うために高卒で就職したんですよ。だからあなたの話を聞いて、片親で貧困家庭の子供たちに進学するチャンスを与えたいと考えたんです。片親で貧乏で高卒だったお父さんは、
だからおじいちゃんから結婚を反対されたのだった。でも今はおじいちゃんから仕事を教わり、うまくやっているようだ。あれ以来、小倉先生の生徒への態度も変わった。差別的な態度や言動がなくなり、生徒一人一人に真摯に向き合うように。あんなに苦手だった先生をこんなに好きになるなんてびっくりだ。今日は毎週恒例のお食事会。高級レストランで食事をするのはまだ慣れないけど、おじいちゃんとお父さんとテーブルを囲んで会話をするこの時間には慣れてきた。おじいちゃんは私たちと離れていた間のことをどんな些細なことでも知りたがるから話は尽きない。時にはおじいちゃんとお父さんが学校の経営のことで話し合うこともあった。こんな話はつまらなかったな。ごめんな、春菜。おじいちゃんに謝られて微笑んだ。そんなことないよ。だって私、将来はおじいちゃんとお父さんの力になりたいって思ってるんだもん。おじいちゃんは目をうるうるさせて。嬉しいが、春菜の進みたい道を進めばいいんだよ。なんて言う。全然説得力ないけど。そうだ。俺たちは春菜が元気でいてくれることが一番嬉しいんだから。お父さんの言葉にお母さんの顔が浮かんできて、瞳の奥が熱くなった。これからもお母さんを亡くした寂しさはずっと消えないけど、私を愛してくれる家族がいてくれるから大丈夫。そして二人のためにも将来の目標をしっかり見据えていこう。